おはようございます。ほどほど配信、無責任 YouTuber、ゆほチャンネルのゆほです。暑いですね。連日の猛暑で、大変ですけど、皆さん、お変わりないでしょうか。初中お見舞い申し上げます。2023年5月、令和5年7月の18日、火曜日。旧暦だと今日が8月1日で、昨日ですね。新月です。天理教では、朝起き正直働きっていうのを、よく言われますけど、ご本席様にいただいた親様から教えですけど、私も、朝早く、新聞配達行って、二度寝して、5時ぐらいから草刈り、もう暑いので昼間はもう全然、外で作業なんかとてもできるような感じではないので、朝のうち2時3時間草を刈ったりむしったりしています。で、朝のお勤めして、今8時45分過ぎたところですね。皆さんもお忙しいと思いますが、連休明けの火曜日で、お気をつけていってらっしゃい。何を言いましょうか。昨日は、エナで、夏路ってこのエナ俳句サークルの指導さしていただいてる先生、古田キー先生の主催している、夏路っていう機関誌、この夏路の、銀行会がエナであったので、かなりたく僕はいつもエナの区会みたいな感じで行ったら、もう会場にびっしりおられて気遅れしましたけど、で一人いつもは5区ずつ提出するんですけど、7区出して10区選ぶっていうやつだったんで、一応僕全部こう出た区は筆記するんですよ。でこういう感じでですね、そう いつも余裕で筆記できるんですけど、次々回ってくるのでもう選ぶのより書くのがもうむちゃくちゃな字で、ミミズの張ってるような字を書いてましたけど、で、すごい皆さんやっぱり上手なので、あちこちから来られてるんだと思うんですけど、えなへ来て、えな京とか棚田とかいう区が多かったので、青い宿とか、ほぼの方がエナを見ていかれたんだなと思って、結構なことだと思ったんですけど、私の句は1句だけ選ばれ、あ、たくさん皆さんにはたくさん選んでもらったり、1句ずつとか、結構私の、出した7句のうち5つぐらいは、まんべんなく皆さん、どっか1つが引っかかってるような感じで、ありがたかったですけど、先生のお特選には1つだけでしたね。私は私のままで夜の秋ってのが、先生に選んでもらいました。夜の秋ってのは今の夏の、季語で、夜になると少し涼しくなって過ごしやすいということで、夏の季語ですね。夜暑いですけど、僕は早く寝て
割とよく寝られるんでありがたいんですけど、扇風機はかけっぱなしで今朝も、今朝というか昨日の夜、遅刻寸前になって飛び出していきましたけど、やっぱりあのスタッフの人も日中暑いし、いろいろ他の仕事もしている人は多いので、頭が働かないっていうか、僕、私もそうですけど、今日は、追加分のない日だったのに、積み込むときに、あ、これ、追加分あるわ、と思って。でも今日、火曜日で、新聞軽かったですし、晴れてたので、だいぶ慣れてきたのもあって、1時間半ぐらいで回れるからいいや、と思って。その代わりにどっか大変な日に、休みを代わってもらおうかなと思っていたら、後から店長が追っかけてきて、うん、今日は私は大丈夫ですからやりますって言って、持っていかれました。でも最後になったら、だから最後一部ないんですよ。僕は出かける時に確認はしているんですけど、今日その追加分があったことやなんかあって、どうも数え間違えたのか一部足りなくて、でまた電話して、で新聞店にあるから、僕最後に帰る時についでに持ってきますって言ったら、新聞店に一部ありますって言われて、カウンターの上にあったのでパッと持ってったら、それは違うやつで、なんか束、止めるやつとかあったんで、これ違うなと思って持って帰ったら、長老みたいなおじさんに怒られました。そんな感じですね。何を言いたいんでしたっけ？もう7時14分です。今日なかなか、まだまだなかなかっていうふうにしたのは、ここ2ヶ月ばかり、タヌキを全然見ないんですよ。ああ、タヌキ、冬は、時々見えなくなる期間があったんですけど、2ヶ月ぐらい、本当に見なくて、猫がいたりとか、うさぎみたいなのがちょっと見、いるのは見たんですけど、タヌキがいなくて、今日は、タヌキだ、だと思った猫、タヌキのような猫と、それからもう一匹、なんかタヌキの後ろっぽいのが見えた。ちょっと気配がしてきたかなっていう感じのところで。で、タヌキもやっぱり、キツネとタヌキの化かし合いじゃないですけど、僕の妄想ではなんか、こう、世界の、なんか、その、闇のようなところで働いてるんじゃないかなっていうのをずっと思ってる。今忙しいんだろうなと思って、いますけど、ようやくちょっと片付いてきたのかなっていう気はしてます。で、今朝ここ見たら、イーロン・マスクさんが日本はすごいっていうのが出てて、何のことかと思ったら、ツイッターの、経営やってるんですね、この人、今。で、もう激減してるらしいんですけど、日本だけは伸びてるっていうことで、日本はすごいっていうのと、もう一つそれを見たら、その記事を見たら、ここに713部隊職員票発見っていうのがある。この713部隊っていうのは、戦争の時の、太平洋戦争の時の毒ガスの作ってた部隊ですね。これが日本の闇なんですよ。で、私の尊敬してる平沢画伯って帝銀事件で無実になった方は、これの犯人にされたんですけど、どうもこの713部隊が絡んでるような話なので、いよいよそういうところの闇も少しずつ明らかになってきてるのかなっていう気はしています。それと、この前、令和の仲間で、地元でやってる隊長とか月さんが、豊橋で鈴木
エイトさんって方の講演、昨日行ってるはずなんですけど、その鈴木エイトさんは、統一教会のにと日本の政治の闇みたいなのを詳しく、教えてくれるみたいで、また帰ってきたらその話も聞けるんじゃないかなと思っています。少しずつ、少しずつ、まあ、陰謀っていうのかな、よく分かって、見えてなかったところのことも明るくなってくるんじゃないかっていう気はしますが、さてどうでしょうか。で、10分過ぎましたので、今日はここまでで失礼します。本当に暑いですので、これは麦茶ですけど、塩分も少しとって、甘いものも食べて、休めるというか休養して、熱中症にならないように気をつけてください。Have a nice day. Goodbye. Your Jenny でした。ありがとうございます。失礼します。いってらっしゃい。